皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあ、以前この風力発電装置の作り方をご紹介しました。実際に外に出てみますと意外と安定した風が吹いていません。じゃあどこだったら安定した風が吹くでしょうか。何も周りにない方がいいですよね。例えばその一つが海です。そう、私は海に浮かぶ風力発電、環境省の浮体式洋上風力発電の広報アンバサダーを務めています。ということで今日はこの風力発電装置を実際に水に浮かして発電する浮体式の発電装置の作り方をお家でできる方法をご紹介します。それではレッツサイエンス。でまずは紙に紙皿を乗せて紙皿の大きさに切っていきます。半分に折って半分に折ってまた半分に折ると、そしてここでやりたい羽の形に切ると一気に全ての羽を同じ形に切ることができます。鉛筆でなぞっていきます。よし、そして真ん中の位置を取ります。では紙に穴を開けてどこか分かるようにしましょう。こんな感じで取れました。今書いた通りに切っていきます。ではさっきつけたこの真ん中の印のところにこのように消しゴムを両面テープで貼ります。この消しゴムのところにこのモーターの回る部分、ウィーンって回る部分を刺します。真ん中に来るように大好きな大好きな LED とつなげたいと思います。はい、こんな感じでつなぐことができました。それではこの風力発電装置を水に浮かべる方法を考えていきましょう。まあ、ただちょっと水を使うということでこの紙で作った部分を素材を変えます。じゃーん、見た目はねあんまり変わりませんけれども、この100円ショップで PP シートというのがあります。これ水に濡れてもへたったりしない素材になっています。ではこれをはめます。じゃん、はい、これで水に濡れても大丈夫です。この風力発電装置を実際に支えて浮かすもの何があるかなということで身近なものを集めてみました。こちらです。じゃん、いろんな形がありますよね。まあ、このように縦長のものであるとか、まあ、ちょっと平べったい形のものを用意してみました。ではまずはそれぞれの形で実際に工作をして浮かせてみましょう。それではまずはこの平べったい形からやっていきましょう。これ実は何が入っていたかというと梅干しが入っていました。なんか見たことある形ですよね。さあ、それでは流されないようにつないでおく部分を作っていきます。まずはこの切で3箇所に穴を開けます。手刺さないように気をつけて作業してください。おお、開きましたね。2箇所目、そしてこの三角形になるような感じで今度はこの辺に開けてみます。ここに開きました。そしたらこのクリップを穴に通します。この部分から穴に入れていきます。2つ目、3つ目、はい、このような感じにできます。でここにこのままモーターと羽を乗せるとこういう感じで高さが足りなくて羽が水についてしまいますよね。もう少し高さが欲しいということでここで登場するのが、はい、おなじみのこのプラスチックコップ、まあ、100円ショップで売っていますけれども、これを真ん中ら辺に乗せて、まあ後で安定する場所っていうのは浮かせながら探したいと思いますが、まずはこのビニールテープで留めていきます。
いやでもこうやってなんか自由に形考えるの楽しいですよね。設計者の人とかもいろんなことを考えながらどんな形がいいのかなっていうのをこう実験しながらやっていると思うとロマンがありますね。そしてこの上にモーターを乗せたいわけですけれども、まあ、これだとまた動いてしまいますので、100円ショップで売っていた耐震マットを4分の1に切って、はい、この辺に置いていきます。そしてこれをこういう感じでちょっと、ね、前に出す形で乗せるとこれがねぶつからずにうまく回るかなと思います。じゃあビニールテープで留めます。はい、これで完成です。じゃあこれを実際に水に浮かべてみたいと思います。大丈夫かな、これ倒れたりしないかな。じゃあこれで準備万端ということで浮かせてみましょう。やっぱさテンション上がるでしょ。こう海を再現したこのでかい水槽、おーね、楽しみですね。お風呂とか洗面所とかバケツとかね、いろいろなものでできると思うのでぜひ作ってみてください。ワクワクしますよ。重いモーターも浮くのかしら。浮いたー。すごいすごい安定してますね。このモーター重さがあるから大丈夫かなって思いましたけど、すごいちゃんと浮いてる。じゃあこれがコーヒーね、今どんどん流れてっちゃうので流れないように、今回は身近な輪ゴムを使って、下にもクリップを用意しましたので、そこに引っ掛けて流れないようにしています。長さは皆さんそれぞれ変わると思いますので、適宜ゴムを足しながら調整をしてください。はい、見えるかな。はい、つないでます。はい、では今このようにクリップと輪ゴムをつなぎました。ではこの状態でこれを海底に沈めます。おー、安定したよ。さあこのように動かないようになっています。じゃあこれで海のようにねすごい風が吹いてもきっと浮いたまま電気を作ることができるはずです。では実際にやってみましょう。来たんじゃない、ちゃんと LED もついてます。見えるかな、ちゃんとついてますし浮いてるし流されてないですね。すごい、これぞまさに浮体式洋上風力発電。今度はこんな形でチャレンジをしてみたいと思います。この形は私が実際に長崎県五島市で見てきた浮体式洋上風力発電装置の形に似ています。なのでこれもチャレンジしてみます。まずは先ほどと同じように流されないようにつなぐ部分というのを作っていきます。使うものはなんかすごい形輪ゴムです。はい、でこれを下から3分の1ぐらいの部分につけます。では今度この輪ゴムを止めた輪ゴムのところに通してくっくりつけます。でこれをさっきと同じように3箇所やっていきます。はい、これで完成です。はい、それではまたこの耐震マットを使ってモーターを乗せていきましょう。そうね、まあ羽がこう当たらないところってなると真ん中だと当たっちゃうからこの辺ですかね。これでまたね羽がぶつかっていませんね。またビニールテープで留めましょう。はい、それではこちらの形でも水に浮かせてみましょう。じゃあ行きます。倒れちゃいますよね。起き上がりこぼしの原理でこっちにね重りがないとねこういう風に安定して浮きませんね。ということで今回はこのビー玉よりもさらに重い金属の玉を入れたいと思います。皆さんの身近にあるものとしては、まあ、ボルトとかナットとか、まあ、そういうものでもできるかなと思います。じゃあこの量をね調整していきましょうか。どれぐらい量かな、
もんにしてみようか。足りないかな。まあこういうのはね実験ですから。よし、じゃあいきます。あーまだ全然ですね。まだ倒れちゃいますね。じゃあさらに足していきます。おー結構重い重い重い。いいんじゃない。倒れずに浮きましたけど、見てこのスプあ、はい、ちょっとね入れすぎましたかね。ちょっとね水面についちゃうとね回らなくなっちゃいますからね。行ってみるか。おーいい感じじゃないですか。まあ、ギリギリ羽もついてないですし、ちゃんと倒れずにしっかりといる感じがしますので、これで一旦やってみましょう。さあそれではこちらの形も、まあ、流れないようにつないで、こんな感じに、ね、なりました。ではこれでまた風を当ててみたいと思います。この倒れずに流されずに、しっかりと発電ができるのかというのを見てみましょう。いいね、ちゃんと流されずに浮いたまま電気を作ることができています。これぞ浮体式洋上風力発電。さあそれではどちらの形でも実際に浮いて倒れずに、なんとモーターをねしっかりと回転させて電気を作ることができました。でも実際の海はなんかありますよね。そう、波がありますよね。その中に実際に波を起こしてみて、まあ、どのように揺れるのかということをちょっと観察してみましょう。ではまずはこちらの方からどうなるのか見ていきます。この板を使ってこれ動かすことによって波を作ってみます。じゃあいきます。水面に設置している感じがあるので、ちょっとやっぱ揺れただけでもなんかこう前に行ったりなんか後ろに行ったり、こうだねこういう揺れ方をしているかなというふうに私は観察ができたかなという感じです。さあそれではこちらの形でも同じように波を起こしてみましょう。さあどんな風になるんでしょうか。さあこっちの場合はちょっと倒れそうな角度に行ったとしても、まあ、倒れずにしっかりとこう戻ってくる、まあ、起き上がりこぼしっていうのが本当にやっぱすごいなというふうに今見てて思いました。今日作った2つのタイプ、最初に作った方はバージ型、そして後に作った方はスパー型と呼ばれています。実はこのスパー型の方が安く作ることができるそうなんです。そして倒れにくいということで注目をされています。ただこのスパー型のネックとなるのは長いことです。 100m を切るような浅い海では底がつっかえてしまうので設置することができません。なので遠浅の海域が多い欧州ではこちらのバージ型で設置されることが多いそうです。しかしここ島国日本は周りが全部海です。深い海も多くあります。ということでこのスパー型への期待が高まっています。
私が実際にもう目の前まで見学しに行った長崎県五島市にあるハエンカゼもこちらのスパー型です。台風にも耐えたということで、その安定性に非常に感激しました。海の上では風が安定しているだけではなく、周りに人や物がないので大きな風車を作ることができるといういいところもあります。そして何より日本の周りは全部海です。この海で電気を作ることができるようになったら、日本にある資源の中で自然の力を使ってクリーンに電気を作ることができるようになります。海の上に作る風力発電のプロジェクトはまだまだ始まったばかりです。たくさんの実験や挑戦がまさに今行われています。そして私が見学してきた五島をはじめとした日本の海で風力発電が稼働し始めています。今回ご紹介した浮体式洋上風力発電装置は身近なもので作ることができますので、ぜひ皆さんも試行錯誤しながら実験を楽しんでみてください。そしてこの浮体式洋上風力発電というものに興味を持ってもらえたら嬉しいです。さあ、そしてこの浮体式洋上風力発電装置を作って実験するワークショップを行う予定です。その模様はまた皆さんにこのチャンネルでお届けできればと思います。ぜひお楽しみにしていてください。バイバーイ。